い、皆さんこんにちは。はい、ラブ神戸 TV の、新人リポーター、改めまして新婚リポーターのさとみでございます。はい、今こちらに映ってる、はい、イケメンの男性がいらっしゃるんですけども、私今こちら、石田屋のトワロード店に来ております。はい、ね、お肉を切りながらというインタビューは初なんですけれども、はい、こちらにイケメンの店長さんがいらっしゃるということで私お伺いしております。では今からインタビューしていきたいと思います。はい、ではお名前お伺いしてよろしいですか。名前ですか。はい、向山です。向山さん、こんにちは。はい、今ちなみにおいくつでいらっしゃいますか。今年31になりました。はい、31歳、はい、です。ちなみに今ご結婚されていますか。独身です。彼女を募集中です。はい、彼女募集、婚活中でいらっしゃいますね。はい、ということで、はい、皆さん狙い目ですのでお願いします。はい、では、こちらの石田屋さんの、ご紹介を簡単にお願いします。神戸で今焼肉3店舗でステーキも合わせて6店舗今展開してるしてますね。はい、もう大体今年で8年目ぐらいなんですけど、ね、はいはい、はい、こっちその3店舗目のトワロード店で今働いてますけど、はい、はい、こちらトワロード店ということでね。はい、こちらのトワロード店は、まだ新しいですよね。はい、去年ですね。はい、できて半年になりますか。はい、できて半1月オープンですね。そうですね、1月オープンで、はい、そうですよね。はい、私もちょっとトワロードうろうろしてて、あ、石田さんこんなところにもあると思ってびっくりしましたけれども、はい、増えすぎやね。いいじゃないですか。はい、はい、ね、こちらのお店ではね、上質なお肉がなかなかリーズナブルなお値段でいただけるということで、ね、皆さん一度は神戸の方は耳にしたことがあるかもしれないですよね。はい、私も実は家族でよくご利用させていただいてます。はい、そうなんですよ。はい、お肉大好きで。お肉大好き、はい、女の子の方が、ね、女性の方が多いです、ね、そうですよ ね、はい、ね、カップルでも全然大丈夫ですしね。はい、こちら の店舗っていうのは他の店舗さんと比べて何か特徴あるんですか。そうですね、個室が多いかな、はい、まあ、ゆっくり、ね、お客さんにお食事していただけるんじゃないかなと、本店が離れよりもっていう、はい、まあ、コンセプトでやってます。はい、はい、ね、私いつもこちらの店舗にお伺いするのちょっと初めてなんですけれども、本店とかでしたら結構ね、大人数とかでワイワイするような感じだったんですけど、こちら落ち着いた雰囲気でちょっと見てみましょうか。はい、まだちょっと営業前なんでこんな感じなんですけれども、個室が中心になってまして落ち着いた雰囲気でございます。はい、ではそうですね、おすすめのメニューなんかお伺いしてもよろしいですか。はい、はい、おすすめはね、まあ、全部おすすめなんですけど。そうですよね、はい、はい、まあ、特選もので言うたら特選焼きしゃぶというのが一番おすすめ。焼きしゃぶ、これも私も大好物でございます。とろけるようなね、はい、はい、まあ、一番おいしいんじゃないかなと。ぜひ石田屋来たら、はい、この店舗でもね、提供してるんで、ぜひ、はい、食べていただければ。そうですよね、はい、はい、焼きしゃぶね、なかなか食べれないですもんね。はい、ね、あと私個人的にすごい好きなんですけれども、はい、冷麺が、冷麺、冷麺めっちゃおいしいですよね。冷麺食べくるお客さんも、え、いらっしゃいますか。はい、なんでそれだけでも OK ですか。はい、大丈夫なんで。私もそこがまだちょっとね、ね、悪いかなと思って、まだ冷麺だけは。ね、全然もう来ていただけるだけで、まあ、そこからね、また、はい、お腹空いてる時に焼肉食べてくれたりとかしてくれたら、あ、はい、そうなんですね。そういう配慮の前じゃない。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、冷麺だけでも OK ということで、皆さん、ね、心配せずに来てください。はい、ではですね、こちらの石田屋さんなんですけれども、実は明日、新しい店舗ができるということで、ね、はい、そちらはどんな店舗になるんですか。はステーキ北の坂に、はい、パレキタの1階にできるんですけども、はい、ステーキ、はい、ステーキハウスになります。あ、ステーキハウスということで、はい、ね、焼肉もあってステーキもあってね、はい、お肉はもうお任せということで。そうですね、はい、はい、ということでね、はい、石田屋さん神戸にこれで6店舗目になるんですか。はい、はい、神戸に6店舗ですね。どのエリアに行ってももう見ることができるんじゃないでしょうか、ね、そうではないですか。そうです、ね、そうです、ね、言い過ぎですね。でもね、皆さん忙しくねされているということでね、はい、やっぱり
神戸で、神戸牛食べれるところって言ったら、ね、私も自信を持っておすすめさせていただいてますので、ありがとうございます。はい、もう勝手にサポーターですけれども、はい、ぜひ皆さん、こちら、石田屋さんにお越しくださいませ。では、こちらの場所の説明をちょっとお願いしたいんですけれども、はい、はい、トワロード店さん の, 行き方なんか教えていただいてよろしいですか。はい、北新道ドンキホーテを西に向かっていただいたらローソンありますので、はい、ローソンの2階に飯田トワロード店あります。はい、皆様よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ローソンの上なんですぐ分かるかと思うんですけれども、はい、はい、ぜひこちらの石田トワロード店さんお越しくださいませ。では皆さん、明日もオープンですからね、はい、そちらもよろしくお願いします。では石田さんの、こちらトワロード店向山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。